なんか YouTuber で流行ってる、これですね。今日は食べてみたいと思います。まあすでにお湯切ってソースもかけてあるんですけども、体には良くないと思うんですけども、私辛いもの好きで、ペヤング焼きそばは昔から好きなものですから、そんなに辛いのかなっていうのがですねありまして、難消化性テキストリンを用意してですね、血糖値の急上昇を防ぎながら、サーキュレーターで風をですね、最高で当てながら、そして、タオルも準備するということで、万全の構えでいるわけですけども、まずは食べてみたいと思います。なんか目の前に私の娘がですね興味津々で見ておりまして、これは Facebook にアップするんですけども、 YouTuber のようなことをやるわけですね私は。御年53歳、さて娘から失笑が漏れてますけども、果たしてこの完食ができるかどうかということですね。 YouTuber がもだえ苦しんだこの超大盛りギガマックス激辛、いただきます。なんか捨てハゲさんとかっていう方が言っていた通り、最初はそんなにそんな辛いかなっていう、確かに同じですね。確かに、もう最初からちょっと辛いです。娘が牛乳を出して、これ何、これは辛くてダメな時に注いであげようっていう牛乳。乳製品じゃないと収まんないんだ。そうだよ。この麦茶はそれは粉入れてあるから、いいとして、これはこれとして、本当にやばくなった時、本当に乳製品ないとダメで、ヨーグルトも出そうか。砂糖入ってるとダメだよ。じゃあいいや、ダメ、じゃあちょっとこれ入れるためのコップもお願いしていいかな。優しい娘を持つと幸せですね。ちなみに今のところは食えるかな。絶対食えなくて。うまい、今のところうまい。さっき赤いボックスの方にヨドバシカメラから購入したんですね。食品をヨドバシカメラから送料無料で送っていただけるね、便利な時代になりましたね。今3分の1くらいかな。なんだ、1日1食までにしてください、カロリー摂取上限を上回る恐れがあります辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の喫食には十分ご注意くださいということで書いてありますけど、単にこの辛いっていうだけじゃなくて、胃袋、小腸、大腸、そういうところですね、やっぱり体質的に弱い方向けのコメントなんでしょうね。口の周りはまだ大丈夫ですね。単に激辛っていうよりは、これは
後から来るタイプなんですかね、これね。まあ、あの、しばらくお会いしてない、Facebook フレンドの皆さん、私のこの動画、どうでしょうか。年取ったなぁと思うか、かまんねえなぁと思うか、ちょっとその辺はわからないんですけども。少なくとも頭の中は変わってないしね。うん。こういうものを食べること自体も、まあ、精神年齢は上がってませんね。うん。まだいけるな。うん。うん。ちなみに普通のペヤングソース焼きそばの4食分ぐらい入ってる感じですかね。うん。ちょっとこれは、うん。中性脂肪が高いよ、コレステロールが高いよって言われてる、人間ドックとか健康診断で言われてる人間が食べるのは、これは多分、お医者さんとか看護師さんは、ちょっと、ん?ってなると思うんですけど、たまにはね、たまにはいい。好きなもの食べたい。うん、もうしょうがないですね。まあ、YouTuber の皆さんはここら辺からこの、かなり苦しそうな表情を見せるんですけど、多分、食道から胃腸のあたりでこう、火がつき始める感じなんですね。うん、まあ、私はまだいけそうですね。うん、あ、確かにね、じわじわとこう、積み木のように辛さが積み上がってきますね。うん。